こんにちは、札幌占い美容院相馬勝の後藤です。今回はまずですね、ここがへこんですね、ここがへこんでしまって、本当はこう一体感を出したいんですけど、なぜか、ここをブリッジしてるんですけど、ちょっと一回暗くしたいということで暗くして、それに、メッシュを同時進行やっていく時短技をちょっと今日やりたいと思うんですけれども、毎回お願いしてるんですが、1万人登録者行きたいのであとちょっとなんですよね。なので皆さん、とりあえず登録しないで見てる方もいらっしゃると思うので、見てる方はどうにか登録ボタンをちょっと押してください。そしたらもっとモチベーション上がっていい情報が発信絶対できるんで、皆さんよろしくお願いします。誰か、シェアとかしていただいたら非常にありがたいので、どうしてもちょっと一般のお客さん見ても分かんない内容の部分もあると思うんですけど、一般の人向けにもちょっとこれから配信していこうっていうのもあるので、ぜひちょっとお願いします。はい、ではブリーチを入れていくんですけれども、今塗り終わった状態で全体塗ってます。はい、でこのままブリーチを入れる感じですね。はい、ファイバープレックスとあるものと、パウダーブリーチを基盤に普通の状態ですね。はい、今ブリーチがね、このような感じでブリーチされてます。でこのままだと今オレンジっぽい感じになってるんで、これから乳化をしていくんですけれども、このオレンジが消えるまで乳化をしていきます。で、ポイントとしては手首、ちょうど手首が埋まるぐらいお湯をためてください。このぐらいですね。いいですか。あまり多くしちゃうとダメです。で、これぐらいのところにタオルを入れますね。こんな感じで、でこのタオルで乳化していきます。いいですか。で一度溶かした方がいいですね。一回溶かしてもらって、でかなり暗い色なので、色が結構暗めですから、これ3トン使ってる意味として、毛先まで3トンで塗っちゃっても大丈夫な理由としてはここですね。ここで乳化するので大丈夫ということです。で、ポイントとしてはこうタオルでちょっとこう揉んでいく感じですね。はい、これでちょっと入れていきます、色を。これだけなんですね。これがポイントです。一回溶かしてもらって、溶かしますね。でブリッジ剤をちょっと取っていきますね。ここでですね、僕はこのシャンプー剤もまあちょっと鍵なんですけど、ここでノーチというシャンプーを、うちのシャンプーを使っていきます。まあ、このような感じでシャンプーしながら乳化していくんですけど、シャンプーしてコーミングをします。あとはこのブリーチのところに色が入ったら、OK というような感じになりますね。このように溶かしていただいて、一度ブリーチ剤をしっかり取っていきます。いいですかね。でこのまま溶かしていただいて、あとはこのタオルで乳化していきます。はい、でタオルで根元の薬を毛先に伸ばしていくような感じ、こんな感じです。これをタオルなしでやっちゃうとちょっと難しいんですね。なんでタオルを使いながらこのような感じですね。はい、反対にこう揉みながらしっかり揉んで色を入れていきます。
このように毛先に揉みながら、毛先にカラー剤を伸ばしていきますね。でまだオレンジっぽい色が出てるんで、このオレンジがなくなるまで、これを繰り返していきますね。でやはり3トーンの色結構濃いので、こうやってやってるうちに色が入ってきますから、でやるのはもうこれだけですね。だからすごい簡単。でまあブリーチ入れてるところもほんと少ないので、ダメージも防げますし、でしっかりこの毛先のブリーチ剤を取りながら染料を入れていくようなイメージです。こういう感じですね。でこうやりながらたまにちょっとコーミングで溶かしてもらって、色がしっかり入るところまでやっていきます。やっぱブリーチ剤がちょっとついてると色が入らないので、ちょっとコーミングがポイントですね。ここでコーミングしてしっかり取ってあげて、でこんな感じに乳化をしていって、であとシャンプーしていくような感じに